アルバート・ジョンストン、アルバート・シドニー・ジョンストン、1803年2月2日から1862年4月6日は、アメリカ陸軍の職業軍人であり、テキサス軍及びアメリカ連合国軍では将軍だった。その軍歴では広範な経験があり、テキサス革命、米北戦争、ユタ戦争及び南北戦争で参戦した。アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デビスからは、 ロバート・ E ・リーの出現以前の南軍で最も洗練された将軍と見られていたが南北戦争初期のシャイローの戦いで戦死した。戦争中の南北両軍の戦死者のうちで最も上級の士官となった。デイビスはジョンストーンを失ったことを我々の運命の転換点と考えた。ジョンストンはケンタッキー州ワシントンで ジョン・ジョンストン博士とアビゲール・ハリス・ジョンストン夫妻の一番下の息子として生まれた。父はコネチカット州サリスベリーの生まれだった。ジョンストンはケンタッキー州で生まれたが、その人生の大半はテキサス州で過ごしており、自身もテキサスを故郷とみなした。ケンタッキー州歴ントンにあるトランシルバニア大学で教育を受けており、この時の学友にジェファーソン・デイビスがいた。 二人ともに陸軍士官学校への入学を指名されたが、デイビスが二年後輩となった。1826年、同期41人中8番目の成績で、ウェストポイントを卒業し、第二アメリカ不評連隊の名誉将位として任官した。ニューヨーク州とミズーリ州での任務の後に1832年には、ヘンリーアトキンソ将軍の参謀長として、ブラックホーク戦争に参戦した。 1829年にヘンリエッタ・プレストンと結婚した。1834年には除退して重篤であった。妻の看病のためにケンタッキー州に戻ったが、妻は2年後に結核で死んだ。夫妻には一人の息子が生まれ、後に南軍のウィリアム・プレストン・ジョンストンとなった。1834年4月、ジョンストンはテキサスで農業を始めたが、 1836年にメキシコ共和国に対して独立戦争を起こしたテキサス共和国軍の兵卒になった。1ヶ月後に少佐に昇進し、サミュエル・ヒューストン将軍の副官となった。8月5日にはテキサス共和国軍の大佐として総務局長となった。1837年1月31日、テキサス軍を指揮する上級准将となった。 1837年2月7日、ジョンストーンは、テキサス軍の指揮権を争って、フェリックス・ハストン准将と決闘した。ジョンストーンは、ハストンに向けて発砲することを拒み、この時に骨盤を負傷した後で、その地位を失った。テキサス共和国の第2代、大統領ミラ・ボービー・ラマーが1838年12月22日に、ジョンストーンを陸軍長官に指名した。 ジョンストンはメキシコからの侵略に対抗して、テキサス国境の防御を手配し、1839年にはテキサス北部でインディアンに対する作戦を指揮した。1840年2月に除隊してケンタッキー州に戻り、1843年にはエリザ・グリフィンと結婚した。夫妻はテキサスのブラゾリア軍にある大規模なプランテーションに入り、これをチャイナグラブと名付けた。 ジョンストンは、米牧戦争の時に、テキサス軍に戻り、ザカリー・テラー将軍の下で、第一テキサスライフル銃士岸兵連隊の大佐を、務めた。ジョンストンの部下の志岸兵としての徴兵機関は、モンテレーの戦いの直前に切れた。ジョンストンは何人かの志岸兵に自分と同じように、軍隊に泊まり、志岸兵の観察長官として戦う、よう説得することができ。 モンテレーの戦いやブエナビスタの戦いに参戦した。戦後自分のプランテーションに帰っていたが、当時の大統領となったテイラーから指名されて、アメリカ陸軍の少佐となり、1849年12月には、主計担当となった。この職は5年間以上続け、6度旅に出て、毎年テキサスのインディアンとの前線を4000マイル以上移動した。テキサスの辺境や、 西部の他の地域で働いた。1855年、フランクリン・ピアース大統領から新設の第2、アメリカ騎兵、現在の第5騎兵連隊の前身の大佐に指名された。ユタ戦争では、アメリカ軍を率いて、中心人物となり、以前のモルモン教徒の領土にヒモルモン教の政府を樹立した。このユタでの功績に対し、1857年に名誉順賞に昇進した。 1860年はケンタッキー州で過ごし、12月21日にカリフォルニア州に向けて出発し、太平洋方面軍の指揮官となった。南北戦争が勃発した時に、ジョンストーンはカリフォルニア州でアメリカ合衆国陸軍太平洋方面軍の指揮官だった。何人かのカリフォルニア人から接触があり、その軍隊を率いて東に進み、 南軍に対抗する北軍に合流することを勧められた。ジョンストンはテキサス州が脱退したという法に接して、すぐの1861年4月9日にその任務を辞した。6月まではカリフォルニアに泊まっていた。その後アリゾナやテキサスの砂漠を急速に通り抜けて、9月1日頃にバージニア州リッチモンドに到着した。そこでは友人のジェファーソン・デイビスによって、 1861年9月1日に大将に指名された。ジョンストンは西部方面軍指揮官として南軍の将軍としては二番目に位置付けられた。一番目はあまり知られていないサミュエル・クーパー。ジョンストンはミシシッピ側からケンタッキー州とアレゲーニー山脈に至る南軍の前線を守るミシシッピ軍を立ち上げた。 南軍は1861年の東部戦線で第一次ブルランの戦いの指揮を高揚させる勝利を挙げたが、西部の事情は1862年初期までに悪化していた。ジョンストン配下の将軍たちは、1862年2月6日のヘンリー・トリデの戦いや2月16日のドネルソン・トリデの戦いで北軍ユリシーズ・グラント巡将に敗北した。 ジョンストンはそれらの重要な役割に、ロイド・ティルマンや、ジョン・フロイド・ジュンショーを選択するというまずい判断をしており、砦を適切に構築することも監督できていなかった。続いて、北軍ドン・カルロス・ビュエル少将が重要な都市であるナッシュビルを占領した。PGT ボーリガード将軍が西部に派遣され、ジョンストンと共にミシシッピ州コリンスで軍を立て直し、 テネシー州ピッツバーグランディングでグラント軍を待ち伏せる作戦を立てた。ジョンストンは西部戦線から多くの部隊を集結させて1862年4月6日のシャイローの戦いでグラント軍に対して大規模九州をかけた。南軍が北軍の宿営地を陥れ、ジョンストンは自ら軍隊を引き前線で部隊をあちこと動かしてどこにでもいるように見えた。 午後2時半ごろ、それらミサオ軍の一つを指揮している時に、右膝の後に銃弾受けて負傷した。その時ジョンストーンは、自分の傷が重傷とは考えず、銃軍医を負傷した、北軍兵士の治療のために送った。しかし実際に、銃弾は、膝下動脈を切断しており、その長靴が出血でいっぱいになった。数分後に参謀が見ている前で馬から落ちそうになり、 負傷したかを尋ねられた時に、そうだ、重症かもしれないと答えた。ジョンストンは1837年に行った、血糖で神経を侵されたか足の感覚がなくなっていたかであり、その結果として足に受けた傷の痛みを感知しなかった可能性がある。ジョンストンは小さな峡谷に連れて行かれ、そこで数分のうちに出血多量で死んだ。 南軍の重火がこの致命傷につながった可能性がある。この戦闘中に北軍の兵士がジョンストンの後方に回り込んだという形跡はなく、ジョンストンが兵士たちの前面に出て指揮している時に多くの南軍兵士が北軍の前線に向かって発砲していたことが知られている。ジョンストンは南北戦争の両軍で戦死した最高位の軍人であり、その死は 南軍の指揮に大きな打撃となった。ジェファーソン・デイビスはジョンストーンをこの国で最高の将軍と考えていた。このことはロバート・イーリーが南軍の結出した将軍として登場する2ヶ月前のことだった。ジョンストンの死亡日、1862年4月6日、日曜日はモルモン教の設立から32回目の記念日と一致していた。 1856年のユータ戦争では、ジェームズ・ブキャナン大統領によって、アメリカ合衆国に対する乱者とみなされた、モルモン教徒に対して、ジョンストンがアメリカ軍を率いた。ジョンストンが死んだとき、この時は、エイブラハム・リンカーン大統領によって、南軍の指揮官として、アメリカ合衆国に対する反乱者とみなされたのはジョンストンだった。ジョンストンは、 ルイジアナ州ニューオーリンズで埋葬された。1866年、テキサス州議会の共同決議によって、その以外は、テキサス州オースティンのテキサス州立墓地に移送されることとなった。移送は1867年に行われた。40年後、テキサス州はエリザベート内を指名して、その保守に立てる記念碑と彫刻の設計をさせた。 テキサス州歴史委員会は、ジョンストンのプランテーションだったところの入り口近くに、歴史を示す標識を立てた。テキサス共和国の娘たちサンジャシント支部、およびアメリカ連合国の娘たち連合のーロバーツデイビス支部によって、別の標識が近くに立てられた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。